始まるわよしき君。悪い子を懲らしめに行きましょう。はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はね、まあ、この声の通り、巡洋艦艦長のアズルレーンアタゴを、まあ、青葉に乗せて戦っていきたいと思います。まあ先月あたりですね、あのランクマッチで、うん、あの自分、まあ、一応ランク1取れたんですけど、まあ、その原動力となったのが、まあ、実はこの青葉、アタゴを乗せたこの青葉なんですよね。まあ、これね、そのめちゃくちゃ、まあ、強くって、あの今ソ連巡洋艦とかいますけど、まあ、よっぽどソ連巡洋艦より燃えますね。まあ、爆炎解放した日本重巡洋艦、まあ、日本重巡洋艦の203ミリ砲は、あの発火率威力はもうずっと最上まで変わりませんから、まあ、ずっと 25% の発火率。で、この青葉はですね、装填時間も早いですし、うん、砲の取り回しもね、まあ、妙高よりはよっぽどいいので、本当に使いやすい巡洋艦ですね。で、めっちゃ燃えますしね。まあ、このマッチング戦艦そんなにいませんけど、まあ、特にこういう巡洋艦相手にもね、この AP なんで、うん、ダメージ出せますし、まあ、ほんとね、これ、まあ、迷彩も今回ガッチリつけてね、ランク戦仕様ってことでやってますけど、めちゃくちゃ強いですね。で、このグラシペだけがね、ちょっとくせ者で、まあ、こいつがね、結構巡洋艦キラーとして結構ランク戦でいましたね。まあ、こいつだけちょっと警戒で、まあ、あとはね、基本的にもう HE なんでご利用せば倒せるってぐらい、まあ、強いね、ほんと巡洋艦でしたね。まあ、射程も伸ばせるし、破壊率も伸ばせるしで、うん、ほんと強いなと思いましたね。まあ、最初ニュルンベルクで自分やってたんですけど、まあ、このね、途中ダンケルクに乗り換えて、で最後、うん、青葉で行ったんですけど、ほんとね、強いと思いましたね。さあ、で、まあ、C が取られているんで、まあ、多分 C に駆逐艦が、あ、いますね。いた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 。まあ、ほんとこれ、マーブルヘッドがこれ何かと思ったら。なかなかね、これほど強い。まあ、日本巡洋艦、これ多分、アタゴお姉さんのおかげでね、ほんと、最強クラスの、まあ、巡洋艦になったかなといった感じです。で、まあ、T22 が、まあ、バックしてるんですけど、うん、まあ、このね、H の火力もね、半端ない。はい、お仕置きですね。まあ、魚雷もね、まあ、外してしまったということで、もうこれはもうぐいぐい詰めて、とどめでいいんじゃないかなと。さあって出てきたところを撃ちましょう。もうね、魚雷の再装填さすがに間に合わないので、はい、やべえ、これぶつかる俺もいや、これ危ない危ない危ない。さすがに駆逐艦に体当たりはちょっとネタにしかならないので、よかったですね、ぶつかんないで。こんな感じでね、HE の火力もほんとアップしてて、駆逐艦の処理もやばいですし、まあ、ましてね、火災発生率を生かした戦艦へのね、ダメージももうほんと強いので、まあ、向かうとこほんと敵なしですね。こんなに日本巡洋艦が強い環境はほんとないんじゃないかってぐらい、うん、強いですね、今。そうするとね、ほんとね、我らがアメリカ巡洋艦が、ちょっとね、かわいそうなんで、なんか早く、似たようなね、なんかいいスキルのある艦長欲しいですけど、まあ、それがね、ハロウィン艦長ならね、ほんと、ハロウィン艦長買っとけばよかったなと、ちょっと今になって後悔しますけど、で、神風がちょっと見えてるんで、これ逃がすわけにいかないですね。はい、了解了解。さあ、またね、機関も壊したんで、これ機関直せないと思うので、まあ、機動力低下してますね。で、これ神風は、神風はね、ほんとこのティア隊の最大のね、敵ですから。まあ、あっさりね、割とあっさりですね、神風撃沈できましたね。ほんとね、もうほんとだから30秒ぐらいあれば、で、おっと。本当、駆逐艦簡単に攻められるので、まあ、ましてね、もっと10秒、20秒ぐらいで致命傷が与えられるんで、本当ね、この日本従順、青葉、強いですね、今。まあ、次またティア5でランクバッチあったらね、本当この青葉おすすめかなと思います。
まあ、結構やっぱランクマッチね、早く死にたくないから戦艦乗る人多いんですけど、うん、まあ、その戦艦をね、やっぱ餌にできる点ではこの青葉ね、めちゃくちゃ強いですね。まあ、一応バイエルン燃やしながら引き打ちして魚雷もね、ばらまいていきましょう。まあ、バイエルンね、即消化したんで、まあ、そこにね、またこれを叩き込んでいけば、まあ、ダメージが稼げますね。まあ、今回はね、射程伸ばさないで、あの砲の取り回しをね、上げて、あの有効性をね、出してますね。まあ、今見てもらう通り、まあ、狙われてないよというのが発見マークで分かりますね。まあ、遠距離からの射撃なんでね、まあ、狙ってないんだろうと思いますけど、あ、で今つきましたね、攻撃が。ロックオンがね。まあでも、モバイルね、めっちゃ燃えてるんで、これ大変ですね。まあ、できればこれ3箇所着火、3点着火つけたいんで、先狙いましたけど、さすがに燃えないか。まあ、戦況的には今、まあ、イーブンですね。4隻撃沈されて、まあ、残り5隻ずつ。まあ、ただ、このバイルももうかなり燃えてるんで、うん、そのうち撃沈できそうですね。で、AP 弾に切り替えて、キーロフ、ペンサコーラあたり、うん、この辺り撃ちたいですけど。さあ、まあ、キーロフ撃ちましょう。で、また H 弾切り替えて、バイエルンあたりまた燃やしましょうか。まあ、AP 弾もね、当然日本巡洋艦なんで、うん、強力な203ミリですからね。さあ、で、まあ、バイルまた消しますね。で、それでまた燃やして、いやー、ほんとこれ当てるために燃えるのがこれめっちゃ強い。うん、これバイルさえ片付ければ、あ、で、バイエルン火災消しますね。で、ここでバイエルンさえ片付けてしまえば、いい感じで突撃できるんですけど、まあ、とりあえずバイエルン沈むまではね、ちょっと敵艦隊の距離はね、維持しておきましょうか。はい、撃ってきてますね。これをまあ、回避して、行きましょう。はい、大丈夫ですね。まあ、青は小回りも効くんでね、なかなか、まあ、妙高と比べるとね、まあ、妙高は火力ありますけど、もっさりしてますけど、青はね、軽快に動けるんでね、これ強いですよね。まあ、結構だから、かわせるせいか、やっぱね、敵も狙ってきませんしね。で、AP 弾に装填して、キーロフ撃ちましょう。装填もね、早いですし、まあ、今回、アタゴのスキルでね、砲の旋回も上がってるんで、まあ、よりね、取り回しがいい。で、キーロフは、はい、AP で撃沈したので、今度、ペンサコーラですね。さあ、同格ですけど、で、まあ、バイル燃えてるんで、このまま燃え尽きてくれればいいんですけど、はい、まあ、過貫通してますね、もうこれは。さあ、これで AP 弾で、はい、削れてますね。まあ、今、防角もうちょっと抜きたかったですけど、まあ、これで、はい、撃沈ですね。で、これでまた、このバイル撃ちましょう。まあ、真横見してるんで、ここはもう榴弾じゃなくて AP 弾でね、削り切っちゃえばいいんじゃないかなと。あー、でもちょっと残ったけど。さあ、また消してますね。結構ね、でもよく消せますね、戦艦も。はい、これでバイルン撃沈、クラーケン来襲。まあ、うまくね、なんか車線管理っていうか、まあ、狙われてなかったんで、まあ、めちゃくちゃね、自由に活動できましたね。まあ、結構ね、一回当たらないと戦艦も諦めちゃう人多いですからね。一回うまくかわして、そこからね、銃に撃つと。やっぱ今後ね、これ、かなりね、ほんとランクマッチで、あ、終わっちゃったか。うん、日本巡洋艦暴れるんじゃないかなと期待してますね。まあ、特にこの青葉はね、もう同格帯ではもう最強レベルの発火率と火力になってるんで、ぜひね、次ランクマッチあった時は、青葉ね、使ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回は青葉でした。ご視聴ありがとうございました。